皆さん、未来の災害現場や工場で活躍するロボットを想像したことはありますか？人間のように二足歩行し、複雑な作業をこなすヒューマノイドロボットが台頭する世界。そんな夢のような技術が、今まさに現実のものとなろうとしています。今日は、その最前線を行く川崎重工業のヒューマノイドロボット、カレイド8代目についてご紹介します。2023年12月の国際ロボット展で披露されたこのロボットは、災害現場での活躍を目指して開発された、実用的な能力を持つ注目の存在です。では、このカレイド8代目がどのような特徴を持ち、私たちの未来にどんな影響を与えるのか、一緒に見ていきましょう。開発背景と進化の歴史。このロボットは単なる技術の展示品ではなく、私たちの社会が直面する多くの課題を解決するための実用的なツールとして開発されています。川崎重工業は2015年からヒューマノイドロボットカレイドの開発をスタートさせました。半世紀以上にわたり産業用ロボットを作り続けてきた川崎重工業の技術を結集した成果がこのカレイドなのです。2017年に初代が発表されて以降、着実にバージョンアップを重ね、2023年12月に開催された2023国際ロボット展で8代目が披露されました。カレイドという名前を初めて聞いた方もいるかもしれません。このロボットの正式名称は RHP カレイドです。 RHP とはロバストヒューマノイドプラットフォームの略で、ロバスト性、つまり強靭さや堅牢さを追求したヒューマノイドロボットのプラットフォームという意味が込められています。まさにその名の通り、転んでも壊れないタフさを目指して開発されているのです。なぜ転んでも壊れないことがそんなに重要なのでしょうか？実は二足歩行ロボットの最大の課題の一つが転倒時の損傷リスクなんです。等身大サイズのロボットが転んだだけで壊れてしまうことが多く、それが社会実装の大きな障壁となっていました。カレイドはこの課題に真正面から取り組んでいるのです。開発の目標は少子高齢化による人口減少や頻発する災害対応を見据え、人間の代わりに危険な作業やきつい作業を行うことができるロボットの実現です。特に災害現場での活躍を想定して設計されているのが、このカレイドの大きな特徴です。カレイド8代目の技術的特徴と革新性。それでは、8代目カレイドの詳細スペックを見ていきましょう。身長は約180cm、体重は約 86kg と、成人男性の平均よりも少し大きいサイズです。全身の自由度は32軸あり、人間のような滑らかな動きを実現しています。さらに、高度なセンサーとアルゴリズムを組み合わせることで、リアルタイムにバランスを調整し、安定した歩行や作業を実現しています。これにより、不安定な足場や予期せぬ外力に対しても素早く適応し、転倒を防ぐことができるように設計されています。次に、先代の7代目から変更された点を確認しましょう。変更点はいくつかあり、1点目は腰関節や肘関節など、直動型モーターの採用を増やしたことです。これにより、以前よりも耐久性が高くなりました。また、見た目で最も目立つ変更点は頭部です。8代目カレイドの頭部はディスプレイ式に変更され、表情やデザインを映すことができるようになりました。可愛らしいゲームキャラクターのような表情を見せることもできます。この頭部ディスプレイの導入には、単に見た目の問題だけではなく、実用的な意味もあります。避難所のように周囲に人がいる環境では、表情を用いることで印象を柔らかくし、意図を伝えやすくすることが重要です。テレワークが普及し、相手の表情が見えない中での会議に戸惑った経験がある方もいるのではないでしょうか。表情がなければ声色だけで発電の意図を汲み取る必要があり、ミスコミュニケーションの原因になる可能性があります。人間とロボットが共存する社会では、こうした表情によるコミュニケーション能力も不可欠なのです。他にも、動きの精度と自然さも大きく向上しています。特に横歩きや方向転換がスムーズになり、人間との共同作業の際の動きが格段に自然になりました。2023国際ロボット展では、
人間と協力して机を運んだり高さ調整をしたりするデモが行われましたが、方向転換や足踏みがとてもスムーズで観客を驚かせました。最後は独特な丁寧さです。実はカレイドの動作には細かい工夫が施されています。例えば箱を持ち上げる前にまず箱を自分の方に寄せてから持ち上げるという人間に近い自然な動作を行います。また物を持っている時に腕がわずかに震えるような動きは物が重そうに見えるよう計算されているように思われ、こうした細かな配慮も日本人好みのロボットらしさを感じさせます。このような繊細な動作は高度な力制御技術によって実現されています。このように表情に動作などの改良が重ねられ、人間とロボットが同じ空間で一緒に作業するという将来像がより現実に帯びてきました。応用可能性と社会的インパクト。カレイド8代目はどのような場面で活躍することが期待されているのでしょうか。その応用可能性と社会へのインパクトについて考えてみましょう。災害対応分野での活用。カレイドは当初から災害現場での活躍を想定して開発されてきました。地震や津波、原子力災害など人間が立ち入るには危険な環境で、瓦礫の除去や物資の運搬、被災者の救助などを行うことができます。特に2023国際ロボット展でのデモで示されたような避難所での支援活動は比較的早期に実用化される可能性があります。産業現場での活用。カレイドの前身モデルは下半重量 60kg という高い腕力を持っていましたが、8代目もこの特性を継承していると考えられます。これにより重量物の運搬や組み立てなど人間には負担の大きい作業を代行できます。また人間では危険な作業をロボットが代行することで作業者の安全を確保することができるのです。このように危険な作業や重労働から人間を解放し、労働環境の安全性と快適性を大きく向上させることが期待されます。介護・福祉分野での活用。日本は世界に先駆けて超高齢社会に突入しており、介護人材の不足が深刻な問題となっています。カレイドの高い運動能力と力制御技術を活かせば、高齢者の移動支援や日常生活のサポートなど、様々な場面で活躍できるでしょう。少子高齢化が進む社会では、労働力の不足を補う重要な手段となる可能性があります。実用化に向けた課題。カレイド8代目は確かな可能性を秘めていますが、実用化に向けてはまだいくつかの課題が残されています。バッテリー技術の限界。現状のカレイドの稼働時間については詳細が公開されていません。しかし、一般的にヒューマノイドロボットは大きな電力を消費するため、長時間の連続稼働が難しいという課題があります。災害現場や産業現場で実用的に使用するためには、より長時間稼働できるバッテリー技術の開発が不可欠です。環境認識能力のさらなる向上。人間の生活環境は複雑で常に変化しており、そのような環境で安全に作業するためには、高度な環境認識能力が必要となります。物体の認識や人間の意図理解など、AI と連携した認知能力の向上が重要な課題となるでしょう。コストの問題。高度な技術を集約したカレイドは、現状では非常に高価なものと考えられます。広く社会に普及させるためには、量産化によるコスト削減や、機能を絞った簡易版モデルの開発なども検討する必要があるでしょう。安全性の確保。人間と同じ空間で働くロボットには、極めて高い安全性が求められます。予期せぬ状況でも人間に危害を加えないための制御システムや、緊急停止機能などの安全対策が不可欠です。また、万が一の事故時の責任の所在など、法的、倫理的な問題も解決する必要があります。社会的重要性。どんなに優れた技術でも、社会に受け入れられなければ普及しません。
特に日本では不気味の谷現象と言われる人間に似すぎたロボットへの違和感を指摘されることがあります。カレイド8代目の頭部ディスプレイはこの問題に対する一つの解決策かもしれませんが、より広範の社会調査と需要性の研究が必要でしょう。川崎重工業の企業概要とロボット事業戦略。最後にカレイドを開発している川崎重工業という企業について詳しく見ていきましょう。川崎重工業株式会社は明治時代の1896年に創業した日本を代表する総合重工業メーカーです。同社は船舶、航空機、鉄道車両、モーターサイクル、プラント、精密機械、ロボットなど多岐にわたる事業を展開しています。特にロボット事業においては半世紀以上にわたり産業用ロボットを作り続けてきた豊富な経験と実績を持っています。ロボット事業の強みは産業用ロボットで培った制御技術と機械設計の高い技術力です。溶接ロボットや組み立てロボットなど製造現場で使われる産業用ロボットでは世界的な視野を持ち、その技術的蓄積がカレイドの開発にも生かされています。同社のロボット事業戦略はロボットによる社会課題の解決という明確なビジョンに基づいています。少子高齢化による労働力不足や災害対応など日本社会が直面する課題に対してロボット技術で解決策を提供することを目指しています。2023国際ロボット展でのデモが避難所での活動を想定していたことからも、比較的早期に実用化できそうな場面から段階的に導入を進める戦略が見て取れます。まず災害対応や危険作業など人間の代替が強く求められる分野からの実用化を目指していると考えられます。2025年の国際ロボット展では9代目を披露する予定で、継続的な進化を続けることでロボット市場でのリーダーシップを強化していくことでしょう。いかがでしたか。川崎重工業が半世紀以上にわたって培ってきた産業用ロボットの技術がカレイドの開発に生かされています。産業用ロボットの精密な制御技術と二足歩行ロボットの安定制御技術を融合させることで実用性の高いヒューマノイドロボットを実現しているのです。日本は少子高齢化による労働力不足や災害対応といった社会課題に直面しています。カレイドのようなヒューマノイドロボットはこれらの課題解決に大きく貢献する可能性を秘めています。危険な作業や重労働から人間を解放し、より安全で豊かな社会の実現を可能にするのです。カレイド8代目が示す未来はロボットと人間が互いの強みを生かして協力する社会です。ロボットは人間には難しい危険な作業や重労働を担当し、人間はより創造的で知的な活動に集中できるでしょう。その結果として社会全体の生産性と生活の質の向上が期待されます。日本のロボット技術は長い歴史と豊富な経験を持ちながらも、近年は海外勢の躍進により国際競争が激化しています。しかしカレイド8代目のような実用性とロバスト性を追求した独自のアプローチは日本のロボット産業の国際競争力を高める重要な要素となるでしょう。2025年に予定されている9代目の披露に向けてさらなる進化が期待されるカレイド。その歩みは日本のロボット技術の未来を切り開く希望の光といえます。人間とロボットが共に歩む新たな時代の幕開けを私たちは目の当たりにしているのかもしれません。今日はここまでです。この動画が面白い、役に立ったと思った方はぜひチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。